スタッフルームへようこそ。ここでは今作の裏話、各キャラクター設定と閲覧できます。ネタバレにつながりますので、まだ見ないという方は一旦セーブをお勧めします。他エンドヒントが見たい方は黒猫に話しかけてください。ほう、待って、主人公、親父。あ、天使の親父、48歳なんだ。愛くるしい顔してるな。おじさんとマシュマロのおじさんみたいな。愛されキャラをしているな、なんか顔が。ちょ、ここにセーブしといて。おじさん。アイテムは？あ、鉄製のナイフ持ってる。とりあえず見ていきましょうか。ほら、ノイエ。クリアおめでとう。だけ？あ、ノイエ・ジェガ、26歳。8年前まで、あたり一体に影響力を持つ、シュツル向けのお抱えの殺し屋。妙な性癖の持ち主で、愛するあまり、伴侶となる女性を次々に手にかけていた。これすごいよな。これを受け入れる、シロちゃんやばいな。ヒロだった。ごめん。シロってなんだ。8年前に前当主が死亡したと同時期にヒロと出会い、一目惚れをし、以降ヒロの家に居候していた。本作主人公にしてイケメンかつ究極のクズです。ノエが本物の死神だと皆さんどこでお気づきになられましたか？まあ最初からね。最初からですよ。最初から見てましたよ。フェリス・リア。恋心。藤間さん作。あ、アワケン、アワンキング・イン・ア・ドリーム。なんて読むんだあれ。よりゲスト出演。ノイエの、元嫁役で登場。嫁の名前を30人分考えるときに、一番最初に思いついた名前だったため、即採用。出演しました。フェリス・リア。この子出てきたっけ？アウェイキングか。ちょ、待って。ほら、クリアおめでとうございます。ヒロかわいい。ヒロジェガン、旧姓ローガン、22歳。森で傷つき、倒れていたノイエを助け。献身的に介護したことがきっかけで、現在も同居している。町の生まれで、弟がいたが、1年前に失踪。ザ・ヒロインの形に綺麗にはまるキャラクター。童顔小柄、巨乳の三拍子。髪の毛は当然栗色でしょ。弟失踪後、病気もなかった父親を亡くし、悲しみに暮れる心を癒したのは言うまでもなくノイエ。しかし、元気だったはずの父親がどうして突然亡くなったのだろう。ノイエがやったのか？親父邪魔ーっつって。俺が死神様だ。俺にはお前の最後の瞬間が見えるぜ。パーザムは残念でしたね。あ、クリアおめでとう。なんで目をそらした？パーザム・ローガン。打倒ノイエ。お姉ちゃんは俺が守る。街に流れた残虐な殺し屋の噂に憧れ、執務の家にいればより近づけると思い、1年前から単身で乗り込み、庭師として使える。少しばかり中二病をこじらせているが、根は優しく、気が小さい。それゆえ、屋敷に仕えていた者の誰一人として手にかけたことはない。有利に童貞と言われているのも、ただのもそのせいで。最後は見事に首が吹っ飛びました。見事に吹っ飛びましたね。真っ二つだった。面白かったぜ。なかなかに。これなんだろう。あ、クリアおめでとう。チームオンブル、チーム恋心さんですね。二人の合作ですよね。知らなかった。面白かったっす。この度はゲームダウンロード、そしてプレイありがとうございます。今作はノリと勢いで始まりました。恋心チームと、オンブルチームのコラボ作となります。楽しんでいただけましたか？まだエンド全部見てない方もぜひ最後まで楽しんでください。もともと白雪姫をモチーフにした作品を作る予定でしたが、オリジナル性の観点から全く関係ない作品となり、タイトルだけが似たものとして残った次第です。ガチホラーを作ろうと意気込んだのですが、なぜかアクション中心でしまいにはキャラの首が吹っ飛ぶというすごい内容となりました。作っていてとても楽しかったです。これからも恋心チーム、オンブルチームの作品よろしくお願いします。いや、こちらこそ。新作出るたびに光の速さでプレイしたいです。したいです。あ、お父さんお母さん。シノン・フシェツルム、シュツルムか。去年42歳。ジフマ校の、伴侶。出身は町娘だが、夫人として、めとられるか。当主が、領民他国から恐れられる反面、町や館の人間からは、シノン様と愛され、慕われることが多かった。館に運ばれてくる商品には、感づいており、罪の意識を持つが、罰を受けるとしても、夫である当主ともにと考えており、一生添い遂げるつもりでいた。マミーいらっしゃい。アクション面白かったね。ジフマシツルム。
去年48歳。第12代出塁向け投手、表向きは一般的な、豪商だが、その裏で武器、人を標準として扱う闇商人。商売数や邪魔者を、商売敵や邪魔者を処分するための人材として、商品として流れてきた主人公を拾い、訓練を施す。これが出塁の死神の元凶である。一時期、神経痛で悩んでいた。神経痛で。マミーでしたね。終わったよ。あ、クリアおめでとうございます。あなた、素質がありそうですね。裏の仕事の。夫婦冗談です。おっさんに言ってるそれ。ネモ、30歳だって。若く見える。屋敷に勤めるイケメン執事。当主の命により、屋敷に人を招き入れる実行犯。他者の死に触れているうちに、自分は決して彼らと同じようになりたくないと、自身の死を嫌う。そのせいか、意外と健康志向も高く、健康マニアとあだ名付けられている。執事といえば、長身、銀髪、白手袋にとりあえずイケメンと。そういうレッテルがあるんですね。全然読めなくなってきた。やばい。読めなくなってきた文字が。あ、広告ありがとう。クリアおめでとう。ご一緒にワインはいかがかしら？ワインください。ガーベラ、32歳。若い。館に住む給仕長。経理などの、事務作業も彼女の担当。昔結婚していた相手と毒を用いて無理心中を図ったが、結果彼女のみが生き残る形となる。そして彼が命を賭してまで示した、私が唯一人より優れていることが毒への耐性と盲信を始めたのもこの頃から。とにかく色っぽく巨乳に仕上げたいあまりに全くメイドに見えなくなってしまったキャラ。メイドではないよね。メイドというか娼婦というか水商売ですね。水商売の人みたいな。おめでとう。君は素晴らしいね。シノン様ほどではないが。シェルミンか。ツェルミン。26歳。同い年か、主人公と。シノンに、なんだこれ。シノンに、経験なる信徒である自分の姿を見られることで心を満たしていた。しかし彼女の死後、その死を受け入れられなかった彼は、彼女は死んだのではなく、より神に近い存在になったのだと解釈した。屋敷に来た、客人、若い女性の身を生贄とし、女神像に捧げ続けた。身を清める意味でご丁寧にお風呂に入れているのですが、顔見は乾かしておきましたと、ド天然発言。彼は変人であって変態ではないのです。変人の変態なんじゃないの？違うの？変態ではないの？あ、でも有利の話聞きたいな。ちょ、待って、とりあえず、孤立の話を。この足を任すとはな。しかし、これも仕事よ。やるしかあるまいさ。グスタフかっこいいよね。顔見えないし。ベイン・グスタフ、36歳。館に住む料理人。現段階の館の住人の中では、最も古参。料理人として、屋敷で働くことを気に入っており、屋敷に異変が起きても、特に心境に変化はなかった。納得はしてないにしろ、当主の意向に反することもなく仕事をこなす。しかし、目が悪いため、銃の命中率はものすごく悪い。悪いのかよ。男なら背中で語れ、そんなキャラです。じゃあダメじゃん。なんかグスタフが出てきた、もうダメだみたいな言ってたけどさ。何？視力がやばいってことなの？視力がもうダメってこと？なに？かわいい。ユーリかわいい。あ、おめでとう。かわいい。ユーリ18歳。いける。シスル向けに伝えている少女、幼い頃に天涯孤独となり拾われた身、かつての当主夫妻を殺害した背景には、自らが不幸なのかどうかを改めて疑問に思い、自らと同じ境遇条件を再現しようとした。屋敷内に親がいたのは安氏だけであったため、それが恩人であろうが躊躇なく殺した。己の行動、信念に迷いが生じるパーザムと対峙し、私の見ていたものじゃなくなったと処分対象に据える。ちょっと待ってよ。とりあえず猫は最後にしようか。ヒントは最後に。声、ノイエの前妻たち。についての資料1がある。長くなります。ご了承ください。見ますか。まあ、見ましょうか。声ってあれか、ノイエの前妻なのか。28人結婚したってことじゃ。すげえな。じゃあ1番目。寝る方は休み。アイリ。奉公人として屋敷で働いていた女性。婚姻時はノエと同じ15歳。壁にぶつかる階段を踏み外すと、生傷の絶えないその仕事ぶりで、その失敗を叱られるのが日常。ノエ初めての恋人、その性癖の初めての犠牲者。うえへへ。ドジッコちゃんが好きなんだな。2番目。フィン。商品として屋敷に囚われていたが、当主がノイエの要求に応える形で新しい嫁としてあてがわれた2番目の嫁となる女性。狭い牢にいた頃の反動で
公演後は広いかつ人のいることが多い食堂にて時間を過ごすことを好んだ。3番目、28人いるんでしょ、読むよ全部。レイシア、商品として屋敷に流れ着いたところをあてがわれた。3番目の嫁となる女性、出自が低い階級ではなかったため、それなりの教養を持っていた。屋敷内を自由に動けるようになると、屋敷内の調度品に興味を持つ。すごいね、一人一人あるんすね。すげえ、6番目。28まであるんだろうな。読みましょう。見たいもん。ファルメル。4番目の嫁となる。商品の身であったが、容姿が良かったこともあり、割と待遇のいいまま流れ着いた。そのためか、婚姻に至るまでの状況に悲観する素振りがなかった。当時12歳。若っ。ノイエを兄のようにしたい。ノイエの誕生日にプレゼントを渡そうとしたところで殺害される。えぐいなぁ。ノイエえぐいなぁ。受け取れよ、プレゼントを。返しにしろよ、どっかだよ。オリビア、5番目なんだ。かなり子さん。5番目に嫁となった。当時9歳。歴代最年少。もともと商品として屋敷に流れ着いていたものの、流行り病を患っていたため処分を待つ身となっていた。殺される直前までノイエのことを牢から救い出してくれた恩人と思い込んでいた。ひどいなぁ。ひどい。9歳とかもう犯罪ってレベルじゃねえ。リリア、当時の女中の一人。しかし11歳、屋敷での奉公を始めてわずか1週間という状況での死神への当てがいとなったため、当時の女中頭であったガーベラから当主への抗議があったが、押し切られる形での婚姻し、6番目の嫁となった。約1ヶ月後に犠牲となる。1ヶ月楽しめばもういいの？次へ、7番目。ブラウ、生まれつき目が悪く、なんだこれ、ベラシだよね。食いぶちベラシかな。に、市場に出され、その後屋敷に流れ着き、7番目の嫁となる。屋敷内を、女中に手を引かれたり、食いぶちでいいよね。壁や手すりを伝いながら移動していたが、ある時に段差を踏み外して怪我を負う。以降の映画、その役目を買って出るが、彼女が嬉しそうに手を引かれ始め、数歩進んだところで殺害された。クズかよ。ノイエクズだな。クズすぎるだろ、ノイエ。マジか、お前。8番目。エスネル。女中の中でも、当主の、速球使いという立場の女性。チカローに収監されていた元同僚のメリエルを気にかけており、その立場上から、ノイエの秘密についてもうっすらと感づいていた。メリエルを救い出す目的で死神への当てがいを当主に進み出たことをきっかけにノイエと婚姻する。初夜を終えて翌朝、彼女が目覚めることはなかった。何？くそー。そば使いね。読めなかったっす。くそ、こいつめー。8番目。これ見たね。ごめんなさい。わかんなくなってきた。9番目ね。見たやつだった。メリエル、そば使いの女中だったが、ある時に当主の機嫌を損ね、チカローに監禁、収監され、拷問を受けることになった。ノイエとの婚姻をきっかけに、牢から出されるが、牢にいた頃がトラウマとなり、暗いところにいると大声を上げて泣き叫んだ。そのためノイエも婚姻後は明かりを消せない日々がしばらく続く。でも殺したんでしょ？殺したんでしょ？でも。10番目。ミディア、開示で運ばれてきた際に、病にかかり、処分される直前でノイエが見え、染め、当主が領収したため、婚姻することになる女性、10番目の嫁となる。しかし、病状が回復することはなく、そのまま衰弱し、臨終間際に感謝を伝えたが、その場で殺害される。ノイエマジでクズだな。そこはもう臨終させろよ、もう。させてあげてよ、臨終。まだある、そうか。28まであるんだ。10で終わりかなと思ったけど。見ましょう。見ましょうよ。